こんにちは、アッシュです。今回は Z の空間行こうかなと思います。前回ねストーリークリアしたんだよね。で多分それが表ボスなんだよね、ラスボスで。今回この Z をなんとかで裏ボスいけると思うんだよね。裏の世界来たね。これなんかステージもなんか裏っぽいんだよね。ほら見て、このビーチ見えるかな。ここねパート1であった表ステージのなんか色がこんなちょっと暗いバージョン。何あれ、50個集めるみたいな任務あるね。いや私も裏の世界行ってみたいね。何の裏だろう。いやでも芸能界の裏の世界とか行ってみたいけどね。なんか芸能界の表の世界は何かっていうと、やっぱりあれだよね、テレビ見てもうみんなからキャーキャー言われてる、あれが表の世界だとすると、裏の世界はね、おなのこれ、お火の玉みたいに浮いてる。すげえ、地図記号でありそう。これなんだっけ、こういう地図記号、工場だっけ。レオンのソウルを手に入れた。これはレオガルフのソルフ、彼の魂のかけらのよう。あーすごい、このソウルをたくさん集めれば彼を救い出せるかもしれない。ドリーミーフォルガに散ったレオンのソウルを集めよう。あ、レオンを救う旅なんだね。50個は多いわすごい、バドルディでも10バドルディだったのに、レオンフォルガ50レオンフォルガもいいんだけど。あでもすごいわ、めっちゃ見つけやすい、めっちゃ見つけやすいけど、絶対なんか私思うわ、この動画の終わりに、うわ49匹しかいねえみたいな。さあ取ってくよ私。だから芸能界の裏とかね、なんだろうね、例えば橋本環奈さんとなんか本田翼と錦織圭がなんか一緒にいるみたいな、そのテレビでは想像もしてないことだよね。それが芸能界には広がってんだろうね、裏の世界みたいな感じ。デヴィ夫人と小栗旬とマツコデラックスの3密みたいなね。おっ、あっちどうしようかな。さあ殴ってって、これでもあれだね、ステージ1で見たやつなんで、だからまあ悪く言うと使い回し、よく言うとなんか思い出が蘇るみたいな、そんな感じだね。今5個目ゲットか。え、でもすげえ近距離に置いてあるね。ワドルディ見つける方が簡単だったかもしんない。あ、1位。あー、これあれだね、この箱とかにも入ってんのかな、それチェックしときたいね。あ、この木の実には入ってそう、すごい、これ入ってるでしょ。なんだっけ、クリーミーフォルガーの実みたいな。お、違った、これだった。さあやって、あ、なんかね、昨日あれだね、ゼノブレイド3の発売日が7月に決定みたいな。えーって、私ゼノブレイドやったことないんだけど、これが何がすごいかって言われると、なんかもともとね発売がいつって言ってたかな。おーすげえここにあった、全然気づかなかった。あ、これ塊で10個とか出てんじゃない。なるほどね、3つと。いや10個ぐらいくれてもいいのにな。さあもらいます、これ牛乳特区とか。あ、そう、発売日7月決定で、本来でなんか9月に発売らしかったね。なんだけど、それが2ヶ月 ?9 月から7月 ?2 ヶ月のなんていうの、早倒しみたいな。で、言うと思って。なにこれ、なにこれ、吸い込んでみるこれ。ああ、なるほど、あの影のやつも、やんないとダメみたいな感じか。え、どうしよう。あれ、私影のやつ今まで、取ってましたっけ。多分あいつが、おっと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 。さあよく見つけました、私。なんかゲームにおいて延期はあるよね、すいませんみたいな、何月に出せませんでしたみたいな、だから何月に出しますみたいな、そんな感じだけど、前倒しは、おお、え、これきついわ、さすがに50個、絶対逃してる私。あ、これでいいかな、この武器実際最強なんだよね。もうこれためから入っちゃうわ、ためから入ることにより、見ててみんな下のゲージ、ええこいつ HP が上がってやがる、うわやばい、浅田真央対決負けた私。さあ倒しちゃったよ、いや強かったね普通に、びっくりした。さあこれ取って、あ、やっぱボスは3つ、あ、これ大ボス、これでこの辺りのレオンのソウルは全て見つけたみたいで、あ、優しい。そうだよね、さすがに50個全部きついよね。いやだからマリオのゲームとかもね、そういうサプライズ嬉しいよね、その早まるサプライズみたいな。例えばマリオの最新作来年発売本当は明日みたいな、ガチ嬉しいね。え、来年から明日みたいな、うわ、そういうサプライズは私任天堂さん待ってますよ。あ、待って、これ回って、あ、でもあれだもんね、エフィリンが多分あのなんだっけ、さっきの太陽みたいの取ってないと、チャーシュー取ってないよって言ってくれるから、あぶね、その時には戻ればいいんだもんね。オッケー、このハリネズミ超強いんだよね、このなんていうの、針出してる間無敵なんだよね。だから、お、
頬張ります。頬張ってこれ奥側いけないか。うわーこれ下に、あ待って、これ噛んで倒せるもんね。こうやって倒しちゃうか。倒しちゃっていで、今何やったんだろう、私。この缶跳ね返ってきてやられた。ポイ捨てはいあかんでみたいな、あの忍たま乱太郎に出てくるなんだっけ、給食のおばちゃんみたいな。これ石落ちてくんだよね、そのあの表ステージだと。なんで石降ってきます。見てください上ですよね、ですよね。でこれ表ステージですと早く行かないダメなんだよね。早く行かない、いやこれあれだな、ここ別に動画でやる必要ないんじゃないかな。私一緒だもんね。だからもう裏ボスまで一気に行っちゃっていいな、次回から。あぶねえ、見てあそこにあったわ。今行こうと思ったら見た、右上見える。なんでちょ次回もう裏ボスクリアで次回最終回にしようか、カービィ。オッケー。あ、これ見つけないと言ってくれないんだね、すべてのあれは見つけたよみたいな。さあ皆さんボスです。おーすごい、色すごい、ポケモンの色違い見るときの感動になってる。すごい、超強そう。ん、ゴル、幻がついたのかな。なんかヒゲ出てる。うわー、ヒゲ剃ってきて、汚いな、野原ひろしみたいなヒゲしやがって。お前やばい、もうかわすわ、私。オッケー、来い。うん、来いって言ったけど、別にそれを投げて来いってこと。オッケー、見て、めっちゃダメージ与えてる、私。見てこれ、みんな下のヘリすごくない？これガチダメージでかいんだよね。オッケー、いいね。ちょ、ゴリ押しになっちゃってるけど、なこれは一回も食らわないでみたいな任務はなさそうだ。やばい、これオッケー。なんか知らないけど避けてる。なんか知らないけど避けてる。すごい、全然画角的にも見えないし。おーすごい、そうやってたんだ。さっきあんな近距離だったから全然わかんなかったわ。あーすげえ、結構ギリギリ。いや、悲劇になるな。じゃあな、ゴムルンバンバー幻。いや、悲劇になるな。あーすげえ、何個つき5か、私何個集まってる、多分足りない。何個、2つない。みんなよく見たら、見てこっちのゴリラにヒゲあったわ。すごい白いヒゲ、白が入ってたわ。なんかさっきの方が目立ってただけでした。ご飯粒かな。みんなこれメタナイト戦なんだけど、なんか剣を取らなくても始まるらしいんだよね、この剣。おおえ、あと剣ちょうだいよ。え、うわー、せこ、これ剣吸い込めないのかな。かわいい。かわいい。うわ、僕は自分の家に帰るんだもん。いてえな、ためこにやろ。かわいい。カービィ。カービィってガチかわいいよね。おい、見てこれ。ああ、記念撮影する、一緒に。ああ、飲んじゃった。あ、ありゃ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 、それでもかわいい。すごい愛嬌全振り。イエーイ。終わろうか。逃げよ。